あそこは新増神社にやってきましたけどね、もうフラフラでございます。随分歩いたんだけどね、藤本山今だったんですね。あれ藤本山っていうのかね、あそこは展望台って書いてあったけどね、新増神社でございます。横横こう通るんやけどね、本神社があるの分かったんだけど、初めて入るけど、はい、失礼します。あそこは新増神社、はい、また上がからずおりますね。ほら、骨が白あんの。はい、上がろうか。また階段でございます。もう階段はうんざりでございます。今日は30分ほど上がったね、あれね。おお、こんなかあるぞ。やば、誰の南東に進みます。南東に進むんですか。はいはい、どこ行ってたんだろうね。どこにあなた住んでまんのか。肝心な時あなたな、全然動画撮ってくれんからあかんやんか。返事がないけど、どうなってんの。まだな、今日全然30秒で撮ってくれんから、全部撮り直したな。あとスマホをやめてカメラ撮り直したやんか。返事はなんでないの。返事しないな、この子は。さすが言いませんじゃございます。うちがい、ほら、こんないっぱい車線が立ってたの。失礼しました。もうカラスが行くたびに襲ってくるからね、困ったもんね。これなんですかね、これ。ほんでカラスが大きいおりますね、これ。おお、奥まで。せっかく静寂のとこ来てんやけど、生時の晴れ黙ってる。さすが新増神社、初めてやってきました。こんな広かったな。上上がってすると思ってね、上がってきたんだけど、ほんまにこのカラスたちうるさいな。ねえ、カラスうるさいわ。おお、これいいね。ほら、これ首もなんかすごいやけど、カラスが。車線があるのかね。おお、ここにも車線がある。ほら、はい、失礼します。
川が強いんや、すごいよね、川が。川がものすごいけどね、はい。これ何？わからんね。ここにほら火が、悲しいかな、漢字が読まれへん。ここにすごい火がございますよ。これなんでかね、もうまだここで奥奥もあんの、広っ。いやー、これ広いね、これ。もう、少年立ってますね。あら。これが、もう、おお、まだ奥もある。こんな広ございましたか。何個あるのかでしょうね、ここ。もう行かれんかね。いやー、これいい匂いした。なかなか苔が。足が痛いわ。あー、涼しいね。今30度ちょっとあるみたいだけど、下界はね。25、6分しないかもしれん、ここ。涼しいわ。おぉ、ここに車線があるやん、なんか、ほこらが。もう関係ない。これで行きましょうか。あ、ここは行かれんな。え、上上がった、色いっぱい、そこからずいぶんよくあんね。あ、びっくりしました。なんか上上がって、車線が一個あるだけと思って上がってきたんでね。あそこに今須神社やったね。ここなんか誰かな、トムシも。さっきすごい石のやつは見てないやろ、あれ。すごいのなんだけど。風が出てきましたね、風が。まあ、この石碑がこの飛鳥に来るとすごいこと多いんだけど。この日本文化の。山崎さん、これはまた読まれへんな。漢字とカタカナと日本文化の子、なんていうやろ。これはおそらく明治から昭和の初めやろな。もううちの親父が漢文を読んでくれるやけど、もう訳わからなかったな。漢文はこうやって読むんや言うて。と読んどったけどさ、漢文は今の若い者が習っとらんけ分からんかな言うてね。漢字をいっぱい書いてね、なんか読んでくれるけど分からん。上上がった下下がったなんかやってたけど、ちょっと習って分からんかった。どこや、志賀寺編の通信兵でなんか言っとったらしいからな。そんなこと言うとな、もう本当に戦争はするないよって、後ろから歩いて行ったらね、下へゴロゴロしとったりで、まあ、あの光景は忘れられないよってな。はい、戦争やめていきましょう。
難しいとこやな。中国が攻めてきてどうすんのやろ。戦争するなっちゅうのもな。難しいとこやわ。これまた面白い。しばらく見ないけど。蕎麦屋さんやったかな、ここ。